マニアから一般の人へ、パソコンを家電に近づけるソフトとして期待される Windows95。 11月20日ラオックスザ・コンピューター館に待望のソフトが到着。 Windows95、はい、1本いくらで売るんですか？定価で 13,800 円ですけども、その日になってみないとどういう値段というのはわからないですね。お店によって違う。そうです。23時段階でもすでにそう変わってくると思います。です、それが競争ですね、はい、いつもと変わらない夜の秋葉原に見える。ところがパソコンショップの周りには人だかりがしている。展示会を回ってます。もうまもなく展示の方を終了させていただきます。お会計のお客様お急ぎくださいませ。杉浦店長のもとに他店の Windows 価格の予想情報が入る。これはね、他のあれと合ってんですよ、うん、3件ぐらい、うんうん、予想1です。それじゃあご苦労さんです。いよいよ歴史的瞬間を迎える、ね、Windows95、明日の0時1秒から販売します。店を閉め、早速売り場の準備に取り掛かる。せっかくのチャンスだから床きれいにしろよ、徹底的に。床に置かれたパソコンの数々、この夜一晩でパソコンも Windows95 を入れた新しいものに取り替えられる。何時に入るんですか？まだメーカーからパソコンが届かないオーナーもある。まだはっきりとした時間は分かってないから。じゃあみんな泊まり覚悟だな。小雨の中、すでに外では行列ができていた。なぜラックスを選ばれたんですか？明るくて綺麗なんですよ。非常に買いやすいんでしょ。タクシーで帰って夜中のうちに使えますけど。ディズニーランドのライティングスタッフによるひときわ目立つ演出をしたソフマップシカゴ店。別に Windows95 は目当てっていうわけじゃなくて、このお祭りさんには好きで。そうなの？でも買うんでしょ？買います。どうしてソフトバックさんを選ばれたんですか？これが目立ちますよね。バイトでね。はい、こちら行きます。どうもすみません、ありがとうございます。ちょっとこれお預かりしておいてください。この会社のこの店の名前シカゴでしょ、はい、Windows95 のコードネームなんですよ。で、あと11月23日僕の誕生日。鈴木社長はこの日36歳の誕生日を迎えた。そちらの後ろにお並びください。今500人近く並んでますから。1000じゃ引かないですよ。3000本ぐらいどこに3000本Windows 発売元の日本マイクロソフト鳴毛社長も姿を現した。Tゾーンの金山社長を手始めに秋葉原のパソコンショップを挨拶回りする。今日ずいぶんお客さん並んでいただいてますね。精一杯、またご視聴よろしくお願いします。年末まで長丁場ですけど、そうですね、お願いします。頑張ります。どうもよろしくお願いします。いかがですか？ザ・コンピューター館では発売直前になって値付けが始まった。なんだこれ、どういう書き方してるんですか？今回の発売は対応機種、CD-ROM、フロッピーの違いなどで12種類のパッケージがあり、店員でも混乱をきたす。杉浦店長が値付けを前もって準備させなかったのは他店への情報漏れを嫌ったからである。だんだん顔が怪しくなっちゃうな。まあ大丈夫、カメラ怖くないんだけども時間の方が怖いんだよ。今日の売られる値段は、鈴木社長に値段を聞いたが社長は値段を覚えていなかった。値段言わないでください。12以上です。自分の思った方がいけないんだもん。だってよろしくお願いします。すごいでしょ。すごいすごい。これもう秋葉原全部貼っちゃってるから。もうお客さん全部もらった。これはすごいな。来年700万台ぐらいはありますから。この意味では車の台数を抜くようなことになるので、まあそれのあれですね、本当に導火線をつけたっていう意味ではあれですね。今日はまさにその日になりましたね。12時目前、各店に長い行列ができた。これいくらか発表していただけるんですか？いくらですか？値段はまだ言えません。自分のところの製品だから、これだけ大きなインパクトになっているので、ちょっと考えられなかったですね。7、6、5、4、3、2、1。
11月23日午前0時 Windows 95発売開始。この時間、秋葉原には Windows 95を求めて5000人の客が集まっていた。ナオックスはアップグレード CD-ROM 対応ソフトを1万800円で売り出した。早速他店の情報が入る。説明を聞いて満足げな杉浦店長。バージョンアップ版 CD が1万1000円税込みに性能割引券付きます。ライバルソフマップは1万1000円、しかし1000円の割引券をつけていた。価格だけだとラオックスが200円安い。1万1000円じゃないですか。どことは言いませんか。もう入ってます、はい、もうその前から入ってます。当分この段で今日は今行くんですか。そうですね、はい、もう帰られません。一方 T ゾーンはどんな価格をつけたのだろうか。なんと定価より3000円引いて1万円を割った9980円。ちょっと大胆な値段、ちょっとつけすぎた感も分かりませんね。さらに先着500名に1万円相当のキーボードをつけた。ありがとうございます。また明日だったらまた安くなる可能性がありますのでですね、でそういう時、そういうやっぱりがっかりされない値段を最初から出そうということでつけました。のパソコンはですね、談合とかそういったのありませんので、まあ、各社ともバラバラのお値段ついていることでお分かりのように。爆発的な人気商品の売り出し日、この日の価格から各店の戦略勢いが垣間見えた。それはまたパソコンの街となった秋葉原のエネルギーを見せつけるものでもあった。秋葉原は蘇ったのか。誕生日と Windows 95発売を同時に迎えた鈴木社長。この日はまたソフマップがすでに秋葉原のメインショップであることを見せつけた。恥ずかしいよね、もうこんな。雨が来たんでね、傘をね、皆さん、はい、最初に100円持ってる人に売っちゃえばいいじゃない。雨が降ってくるからさ。老舗ラオックスが手探りで始めたパソコンショップ。店長杉浦が目指したのは老舗らしい信頼感のある店作り。傘、はい、いかがでしょうか。本日の決めた100円で結構ですので、100円です。朝までそのままずっと交代でやりますから。私自身、眠くなるまで、はい、多分眠くならないでしょ、この興奮ですから、はい、やっぱりエキサイトしましたか。しましたね、よかったですね、久しぶりに、はい、秋葉原のパソコン仕掛け人たちはそれぞれのやり方、立場、この日勝負をかけた。